この番組は山梨の可能性を開く県の取り組みを皆さんに分かりやすくお伝えするため、各界の第一人者と長崎幸太郎知事との対談をお届けします。山梨県広報番組、山梨の力。今月は山梨を美食王国にするためにを対談テーマにシリーズでお伝えします。今回はミシュランガイド東京で7年連続三つ星を取得され、現在は日本料理八ヶ岳江崎のオーナーシェフ、江崎慎太郎さんにお越しいただいています。江崎さんは長らく東京で活躍をされて、どうしてまたここ山梨八ヶ岳だったんでしょうか。はい、まず東京から近いということですね。利便性がすごく良くって、それが一つですね。15年前から八ヶ岳にはたびたび毎週かな訪れていたんですけどね、でも本当心身ともに癒されて、大好きな仕事がこの大好きな土地で今できてます。あと、やっぱり水なんですよね。もうプロから見て山梨の八ヶ岳の水っていうのは違いますか、どうですか。やっぱり甘くて美味しいかなと思うし、やっぱ軟水なのですごく料理には合います。出汁を引くっていう文化のある日本料理ではとっても大事な要素なんですね、お水が。いや、もう大変勇気づけられるとか、もう本当に嬉しい話だと思います。特に山梨県はこう、水をとても大切にしてますし、また一つ水がこう大きな産業にもなっているんですけれども、そのお水の良さをですね、まさにこうプロ中のプロの江崎さんにご評価いただいたということはですね、これはとっても重要な意味を持っていると思います。やはり東京からのお客さんが多いんでしょうか。お店のオープン当初はほとんどが東京からのお客さんが多かったんですけど、今ではお客様の半分は山梨県内のお客様なんですよ。あとは他の場所どんな方が。案外愛知県から最近多く来られてますね。3割ぐらいは愛知県の方でしょうかね。県内の方が、半分ぐらいとおっしゃってましたかね。そういう意味で江崎さんのお店に一食の体験をすることで、山梨というものに対するその自信をですね、皆さん持たれたんじゃないかなと思います。名古屋というのも面白いなと思いました。これからリニア中央新幹線ですとか、中房弾道なんかも出てますので、中京圏の皆さんともこう交流があって、そこの人たちにもこう山梨に来ていただく大きな、理由がこう食だというのは私たちにとっても本当に心強い話だと思います。今山梨県では美食王国をキャッチフレーズに、食の魅力を通じて観光客を増やしていこうという取り組み、知事されてますよね。そもそもですね、食というのは、ある意味こう地域 の, 魅力自体のこう端的な表現じゃないかなと思ってます。私たちもこう例えば知事会とか、これは日本全国各地の知事さんとこう集まるときに、大体お国自慢はまず食から始まってくるわけでして、それは日本だけじゃなくて、どうもその世界的にもそんなような感じでですね、これはお国自慢のもう一丁目一番地に来るわけです。ある意味地域のこう価値そのものを表現しているものだと思ってます。この続きはまた来週です。